針を出し、隣に針を入れ、一目先のところから針を出します。糸を引っ掛けて針を引き抜きます。で、輪っかが止まるように外側に針を入れて輪を止めます。花びらなどによく使います。針を出し、同じ穴もしくは隣に針を入れて糸を引っ掛けます。で、外側に針を入れて輪を止める。この時にあまり引っ張りすぎないのがポイントです。糸を出し、同じ穴もしくは隣に針を入れ、一目先から針を出し、糸を引っ掛けて針を引き抜きます。輪の外側に針を入れて輪を止めます。そしてストレートステッチを上からかぶせます。葉っぱの刺繍などによく使います。